はいどうもマムーです。今日はですねユニクロ U 絶対買えないアイテム7000ということでやっていきます。イエーイ。ついに本日9月18日ユニクロ U がリリースされました。で今回は 164.5cm の低身長ファッション YouTuber 僕マムーがですね低身長目線で絶対買いなアイテムを7000紹介いたします。いつも動画をご覧いただいている方はもちろん、低身長の方で今回ユニクロ U 何を買ったらいいかなって悩んでいる方はぜひ動画をご覧ください。 164.5cm の僕が着て似合うアイテムとかサイズ感カラーを選んでおりますのでぜひ参考にしてみてください。では本編参りましょう。1点目がこちら、デニムワークジャケットでございます。でお値段が6990円、税別でございます。ブルーとネイビーを展開で僕はネイビーを購入しました。サイズは XS から XXL 展開で僕は M サイズを購入しております。この手のジャケットは僕は L サイズを購入して大きめに着ることが多いんですけども、もともとかなり大きめに身幅も広く捉えておりますので、僕は M サイズで十分大きめに着れて、トレンド感のある着こなしができました。着用こんな感じでございます。はい、ポケットが前に1、2、3個ついておりまして、横にもちゃんと、2個ついております。便利、機能性もしっかりあります。で、なんといっても G ジャンとワークジャケットの間を取ったようなかっこいいデザインですよね。まあ、生地はデニムなので G ジャンかなと思いきや、こういうディティール細かいところをワークジャケットのデザインを採用しておりまして、めちゃめちゃかっこいいです。袖口とかね、こういう変わったデザインだったりめちゃめちゃかっこいい。これがまさかユニクロとはマジで誰も思わん。で、襟も、解禁シャツですね、オープンカラーになっておりますので、まあ、かっこよく着れるとめちゃくちゃいいですね。これネイビーのデニムをですねセットアップ風に着れますので、こちらもめちゃくちゃおすすめな着こなしでございます。で、2点目がこちらの、ジャケットのセットアップでございます。パンツとジャケットは、まあ、別売りなんですけども、こちら1点で扱いさせていただきます。勝手に。で、名前がこちらジャージーテーラードジャケットとウールブレンドジャージーパンツでございます。めちゃくちゃいい。パンツが5990円、ジャケットが9990円です。まあユニクロにしたらちょっと高いんじゃないって思うかもしれんけど、まあデザインがクソかっこよくて、まあ、シルエットサイズ感めちゃくちゃいいのはもちろん、まあ生地にウールが入ってるので高級感がまずすごいです。で、この色合いですよね。このなんか絶妙な色合い、単純なベージュじゃなくて、ところどころなんかこう違う色が混じってるベージュで立体感があるんですよ、生地に。それがまたね、高級感があっていいですよね。高見えする。で、まあ単体で聞いたら高いですけど、まあ、上下で1万5000円ですよ、これ。そう思ったら安いでしょ、めちゃくちゃ安い。で、着用こんな感じですね。はい、全体的にワントーンで仕上げた方が今風になるんで、ぜひやってみてください。ジャケットは僕 M を購入しました。で、パンツが76を購入しました。本当は73が欲しかったんですけども、すでにもう売ってなかったので76を、購入しました。で、サイズがこんな感じなので、ストア着はまあ必須かなという印象です。僕はストア着今のところしてないです。ただしに行きます。はい、次。で、3点目こちら、めちゃくちゃこれもいいですよね。めちゃくちゃ汎用性の高いアイテムでして、お名前がモックネックプロオーバーでございます。広げたらこんな感じ。僕はナチュラルは M、 ブラックは L で購入しました。カラー展開が、グレー、ブラック、ナチュラル、ブラウン、マスタードの展開で、おすすめはブラックとナチュラルです。で、こういうモックネックのアイテムはなんかニットとか、ジャケットとかブルゾンの下に、着ることが多いと思いますので、僕はこういうベーシックなカラーをおすすめします。で、価格は1990円、もう激安です、めちゃくちゃ安い。で、生地がですね 95% 綿、 5% ポリウレタンで、まあ、ポリウレタンが入ってる分伸縮性も消えてますし、この綿は綿やけども、こうごわつかない綿、サラサラの細い、糸を使った綿なので、めちゃくちゃ着心地がいいです。はい、まあ、秋冬ってどうしてもなんかこう蒸れたりしがちなんですけども、これも蒸れない気がする、めちゃくちゃいいアイテムです。しっかり腕もねリブが、ついておりまして、ここに周りにね、生地が溜まるようになっておりますので、それも可愛いですね。はい、着用こんな感じです。はい、ただここのモックネックの部分の強度が心配ですね。洗濯しすればするほどなんかこうよれていきそうで、そこがめちゃくちゃ怖いですが、アイテム自体は、ね、価格に対してめちゃくちゃいいアイテムでございます。やっぱ秋冬はおしゃれが楽しいね。ブラックこんな感じです。ブラックも着用こんな感じですね。まあ、黒のアイテムと合わせればめちゃくちゃかっこいいと思います。どんなアイテムとも合うと思いますが、黒は収縮色ですので、1個上のサイズで買っていただいた方がよりかっこよく着てるかなと思います。で、4個目がこちらのパンツでございますね。お名前がコーデュロイワイドワークパンツでございます。イエーイ。ということで
材、めちゃくちゃいい。まずシルエットがディッキーズのパンツのようなワークパンツのシルエット、まあ太めでストレッチでズドンと落ちてると。で、まあ、僕は 164.5cm の股下 64.5cm ですが、サイズが73で全然ぴったりでした。ウエストもぴったり、で丈も全然、ストラウシランジェの丈感でした。で、ダークグレー、ブラウン、ダークブラウンとありますが、僕はもうダークグレーが一番おすすめです。ブラウンとかダークブラウンは、まあ、コーデュロイのパンツでよく見るんですよね、他のショップでも。ただダークグレーを出しているところはなかなかね、まああるんですけども、ちょっと高いんですよ、2万円ぐらいすると。で、ユニクロ U のこの3990円っていう、 もう驚愕の価格でこのダークグレーの絶妙な色味を再現してるっていうのがめちゃくちゃすごいポイントだなと思いますね。はい、めっちゃいい。で、ディティールもすごいこだわられてて、こういうね、フックがなんかおしゃれなやつがついてたり、で、まあベルトループを幅を広めに取られてて、そこもワーク感があったり、で、サイドのポケットもね、一応ここに細いのがついてて、これもかっこいいし、まあめちゃくちゃワークしてないけども、まあ、シルエットはワークパンツと。なので、まあ、綺麗めに履けるコーデュロイ、ワイドワークパンツだなっていう印象ですね。めちゃくちゃいい。これも、ぜひ買ってください。すぐ完売しそうなお願いします。で、5点目、こちら。ライトフランネルワイドフィットチェックシャツでございます。イエーイ。はい、この、まあ、ドレープ感がまずいいですね。テロンテロンです。で、価格が2990円でございます。で、カラー展開が、ワイン、オレンジ、ブルーとありまして、僕はブルーを購入しました。サイズは M サイズでございます。僕はオーバーサイズのシルエットが好きなので、よくこういうシャツは L サイズで購入するんですが、今回は M で全然大きめに切れました。はい、で、いろんな色ありますよ。ただ、ね、僕はストライプとかのシャツも全部見たし、スタンドカラーのシャツも全部見たんですけれども、僕はこのチェックのブルーが一番良かったなと思ってこれを購入しました。まあ、着用こんな感じで、まあ、暗い色のパンツと合わせていただければもうかっこいいです絶対。うん、で、この今僕着てるこのブラウンのチェックシャツがスティーブ・アランで 19,800 円とかあったんですけども、これがユニクロ U で 2,990 円と賞味違いもかな質感も変わらんほぼで、フランネルって僕ちょっと苦手やったんですよね。あの毛羽立ってなんかこう痒くなっちゃうんですよ。ただソフトフランネルのこのシャツは、まあ、リオセルと綿の、混合素材にして、まあ、リオセルっていうのはほぼまあレイヨンみたいな生地でドレープ感が出るし、生地が柔らかくなるんですよね。着ていて、まあ、サラサラ感があるっていうか、なので、着ていてすごいもう爽やかな一枚です。ただ秋冬素材なのでこんなに薄くペラペラもしないんで、しっかりと秋冬も越せるとめちゃくちゃいいシャツですね。はい、で、6点目がこちらのデニムです。レギュラーフィットカラージーンズです。これも超かっこいいね。まあ普通にシンプルなデニムだから、まあ、そんな大急ぎで買わなくてもいいと思うけど、めちゃくちゃいいと。これも、基本的に低身長なんで、まあ、収縮色をパンツで合わせたりとなどので暗い色を持ってきております。で、カラー展開がオフホワイト、ダークグレー、ブラック、ブルーですが、おすすめは、まあ、ダークグレーですね。これが一番かっこいい。で、近頃、まあ、主流はスラックスじゃないですか。スラックスパンツが多いと。で、その中でこういうレギュラーフィットのジーンズをデニムを履くことによって、まあ、差別化にもつながりますし、まあ、T シャツ、まあ、この時期はシャツを着ることが多いんですけども、シャツとスラックスよりもシャツとデニムで合わせた方が、まあ、雰囲気は出ますよね。おしゃれな雰囲気。なので、まあ、スラックス履き飽きたわっていう方はぜひこのデニムも挑戦してみてください。3990円でこの色落ち感っていうか、この質感のデニムはなかなかないと思うんで、ぜひお試しください。めっちゃこの質感に惚れました僕は。で、着用こんな感じです。いいでしょう。ブーツと合わせております。僕は股下 64.5cm で29インチを購入しましたが、正直ちょっと丈が長いんで、またいつか裾上げどっかのショップで行こうかなと思っております。で、最後こちらトレンチコートでございます。イエーイ、かっこいい。で、前の、20SS のブロックテックトレンチコートがあったんですけども、ブロックテックは生地がこう分厚くて硬かったんですよね。ただ今回はブロックテックじゃない生地を採用しておりますので、まあ、機能性も落ちるかもしれないんですけども、こうやって生地が柔らかみが出てこうドレープ感が生まれるんですよね。ドレープ感が生まれるだけでもめちゃくちゃかっこいいし、おしゃれに見えますと。で、価格も 12,900円と、まあ、ユニクロにしては高いんですけども、普通にこれをマジで古着屋で3万とかで売られても全然僕はもう普通に、あ、そうなんやと思うぐらいやし、このワイドなサイズ感でトレンチコートを探すとなると、おしゃれなセレクトショップに行かないとなかなかないんですよ。まあ普通のサイズ感のトレンチコートは、まあ、スーツの安いお店とかに行けば売ってるんですけども、このサイズ感はなかなかないと。このサイズ感で買おうと思ったら正直本当に 6,7 万はすると思います。ただこれめちゃくちゃ1万2000円でこのワイドフィットなサイズ感とこのドレップ感のある生地とめちゃくちゃいいです。で、丈もめちゃくちゃ長く作られていますんで、今風なコーデが
これを羽織るだけで完成します。いいところがですね、襟がかなり大きく作られておりますので、この襟が大きいところの対比で顔が小さく見えるんですよ。僕はまあめちゃくちゃ顔大きいですけども、これが大変顔が小さく見えると、それもいいところですよね。スタイルアップ効果につながっております。で、今回はレディースのトレンチコートもボタンがなかなか見えづらくてめちゃくちゃスタイリッシュなやつがあったんですけども、僕は、ね、ボタンがこうついてる方がクラシックな作りで好みだったので、僕はこっちにしました。で、カラー展開がダークグレーと、ベージュで、僕はベージュを買いまして、サイズが S を購入しております。で、前にこうポケットがちゃんとついてて、ダブルブレストタイプになっております。後ろこんな感じです。ぜひ検討してみてください。はい、今回はユニクロ U おすすめアイテム7000でした。イエーイ、そうですね。で、この中でも特にめちゃくちゃもうすぐ速乾しそうなのがこのデニムワークシャツとコーデュロイワークワイドパンツとこちらのトレンチコートでございます。はい、なのでこの3つはほんまにいち早くですね、もう店頭に行ってぜひ試着してみてください。めちゃくちゃいいんで。はい、今回は 164.5cm の目線でユニクロ U をレビューしていきました。質問等あればね、あのコメント欄で受け付けておりますので、ぜひお願いいたします。この動画が良かったよって方は高評価をお願いします。で、この動画全然良くなかった方は低評価していただいて、その良くなかった理由を教えてください。では今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。